皆さんこんにちは。個別指導塾キャサイ塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、はい、学校で配られてもやらなくていい参考書10選バチバチバチ。皆さんよかったですね。やらなくていいそうですね。はい、はい、まあ、ただですね、もちろん他の勉強をしてくれということなんですけれども、うん、やっぱり新学期迎えました、まあ、学校からいろいろ問題集参考書いろいろ配られると思います。で、まあ、その問題集そのものがまあ悪いかどうかっていうのは置いといてね、まあ、その評価もあるんですけど、うん、一旦まずその新学期に初手でこれ配られてやれって言われてもちょっとねみたいなところをちょっとね、中橋さんと話ができたらなというふうに思うわけですね。はい、で今回お話するのはですね、あくまでやらなくていいので、うん、やるなって言ってるわけじゃないっていうことはちょっとお気をつけいただきたいなっていうふうには思います。ちょっと哲学だね、はい、やらなくていいってやるのは違う。確かにそうですね。なので別に例えば学校の宿題で出ててやってるからそれが悪いって言いたいわけじゃないです。なるほど。ただ他のものとかやった方が効果的になる可能性があるんじゃないのっていう話をしてるだけなので。なるほどね、はい、ドントハフというかマストノットかってことですね。そうです、そういうことです。はい、はい、でですね、一応ですね、そもそもやらなくていい理由ってじゃあどんなものがあるのっていうと、まあ、一つ目はですね、やっぱそう市販で明確にそれでも今はいいものがあるよということか、うん、あとはですね、まあ、よくその学校で配られる系の参考書としてあるのが、そのまあ解説が薄すぎるとか、うん、問題の難易度が無駄に高いとか、はいはい、あとはそのめちゃめちゃ量がありすぎるとか、はいはい、あとは、まあ、そういった形で、まあ、自分で進めていくのに向かないというような参考書かなというふうには思います。まずですね、数学から行こうと思うんですけれども、最初の4冊がこちらになっておりますと、はい、いうことでございます。まあ、これは大体同系統ですね。そうですね。まあ、皆さん、なんかね、はい、2人に1人ぐらい持ってるんじゃないかな。もっと持ってるかもしれないですね、もしかしたらね。うん。で、まあ、これ以外にも似たような参考書いっぱいあります。ただ、まあ、この系統ですね、正直言ってしまえば。はい。で、まあ、やっぱ解説薄い系の参考書は、やっぱこれらが代表格だと僕は思うんですよ。せやね。で、ただですね、ポイントが、なんかめちゃめちゃ簡単なわけじゃないんですよ。なんか、すっごい超基礎参考書ですみたいな体で配られるんだけど。だ結構それなりの問題も入ってるよね。そう、それなりの問題も結構入ってて、うん、なんかその見極めが難しいというか、意外と。確かに、うん。はい。っていうところはあるのかなっていうふうに思います。はい。で、その、やっぱりね、その学校の授業の進度に合わせて、これだけやっていくっていうので、うまくやっていける方、そもそも他の参考書でもほぼ確実にうまくいきます。まあだろうね、うん。はい。なので、この参考書だからうまくいく人っていうのは、ほぼ見ないですね。そうですね。まず。はい。で、まあ、例えばですね、その基礎問とかをやりました。で、どうしてもこのレベルで演習量を増やしたいですっていう人であれば、もしかしたらやる価値はあるかもしれないです。ただ、それであったとしても、他の問題集で今大体できるものっていうのも正直ありますし、うん、まあ、正直これでうまくいくのは本当先ほどもお伝えしたんですけど、どの参考書でもうまくいくポテンシャルを持った人が多いのかと、うん、印象は持ってますね。そうだね。はい。じゃあですね、次なんですけれども、うん、赤チャートですね。なるほど。はい。で、やっぱり赤チャート配られた時点で、赤チャートのレベルに合った人って、僕ね、存在しないと思うんですよ。で、なんで配るんだろうね。そうですよね。少なくとも配るようなものではないと思うんですよ。うん、青チャートとか黄チャートは全然わかるんですよ、正直。そうですね、うん。でも、青チャート配るのに適した学校が青チャート配ってるケースの方が少ないと思うよ。いや、そうなんです、そうなんです、そうなんです。いや、配るってことは全員にやらせるわけだから、うんうん、それで考えたら、まあ、それなりの進学校ぐらいだったら普通に黄チャートだと思うんですよね。そうなんです、そうなんです。本当に超一部のね、進学校だけですよ、青チャートで。そう。でも、そこはでも塾でやっていくんだろうってのはわかってるから、配んないですよ、基本的に。そうそうそう。はい。なので、まあ、なかなかね、まあ、赤チャート配っていい大学、学校っていうのは、ほぼないかなと思いますね、うん。はい。で、あとですね、やっぱ最近気になるのは、動画教材が赤だけないじゃないですか。ああ、確かに。うん、だからやっぱそこでもやりづらさっていうのはありますし、確かに。なんかやっぱり、その最初配るのにあった時向いてないなと僕は思ってしまってます。で、うん、一応ですね、使い方を考えたとしたら、うん、まあ、解放の辞書として使ったりとか、苦手分野の類題を使ったりするのに使うんですけど、これはですね、ほとんどの人にとってはやっぱ青チャートの方がいいわけなんですよね。はい、いいと思うよ。なのでもう本当に受験期に何かその割と難しめの、うん、まあ、類題を苦手分野の類題を探したいとか、正直そのぐらいしか活用方法っていうのがあまりないじゃないので、まあ、類題も別にもっと別に探せる、そうそう、別ので探せるんでまあただまあ何かお守り的に使いやすいかなっていう、ね、はい、あるんで、まあ捨てるではないと思うんですけど、なかなかちょっと厳しいかなという印象を持ってます。はい、はい、じゃあですね、数学の最後なんですが、まあ、これはもうしょっちゅう言ってるんですが、はい、まあ、スタンダード数学演習ですね。はいはい、はい、これは大学の数学の方じゃなくて、数研出版さんの方ですかね、はい、になります。でこれはですね、やっぱその先ほど出した4ステップとかのやつの強化版っていう感じで、そうだね、そのやっぱり解説がかなりやっぱ薄い割に、問題が、ね、かなり難しいんですよ。そうなんです、うん、
はい。で、まあ、先生によっては、まあ、この説明で理解できることは重要だっていうこととか言うことあるんですけれども、それってね、やっぱね、何このね、到達した上で、その、この参考書のレベルの説明で理解ができるようになってたっていうことが重要かもしれないですよ、結論として。ただ、それをこの参考書でやる必要はないというか、うん、できる子にこれちゃんと解説だけ読んでちゃんと理解できるのって聞いて、あ、ちゃんと理解できてるなってことであれば、そう、確認教材としてはね、もしかしたらいいかもしれないですけど、確かに。その、これでそこのレベルまで上げていくっていうのは、僕は少なくとも向いてないかなっていうふうには思います。ただですね、一応問題の質だけはいいんですよ。なので、そのどうしても演習量を増やした数学強者だけは完全否定するわけではないですし、まあ、今はね結構その解説アプリみたいなものもあるので、まあ、そういうものを併用していくならゼロではないですけど、基本的にはやっぱお勧めしづらいかなと思いますね。そうですね、うん、まあ、あと、まあ、一応ね参考書名パーッと上がりましたけど、うん、参考書問わずやらなくていいのは答え奪われたらやらなくていいですね、うん、そうですね、それは間違いないです、はい、まずやらなくていいです。どんな素晴らしい参考書でも答え奪われたらもうやらなくていいですね。いや、そうですね、はい、よくね青チャートの練習問題なし版とか配って練習問題やってこいとかっていう仕事ますけど、マジで例題はやってもいいけど、例題は、ね、答えついてるんでいいですけど、はい、練習問題やんなくていいですからね。はい、そうですね、はい、はい、じゃあ次英語ですか。はい、はい、で、まあ、英語はですね、まず、長文からなんですが、はい、この2つですね。はい、はい、はい、で、まあ、アップリフトに関しては、まあ、似たような参考書いっぱいあると思うんで、まあ、その一例だと思ってくださいと、うん、はい、で、まあ、英語の長文の参考書でその文章そのものの解説が少ない参考書、うん、だから例えば、まあ、構文解釈だったりとか、ここはこういうふうに訳すみたいなものが、うん、その細かく解説されてない参考書っていうのは早い段階でやるのはやっぱおすすめはできないと僕は思っています、うんうんうん、だから、まあ、例えばソリューションとかルールズとかうちで使うこと多いですけれども、まあ、他にも別にハイパートレーニングとかレベル別とかであれば別にその辺の解説ってある程度ついているので、うん、まあ、そっちの方がいいのかなっていうふうには思うんですよね。はい、で別にね、なんかその絶対やるなってわけじゃないんですけど、少なくともこれやる前に絶対この辺やってちゃんとできる解説読んでちゃんと練習もしたってところまで行ってからやる教材ですし、多分ねそこまで来たら過去問の方がいいっていうのは正直なところかなと思いますね。そうですね、はい、うん、まあ、やっておきたいとかね、まあ悪いもんではないんだけどね、だから解説少ないものをあえてこう出すのは多分学校の先生が自分で説明したいってことなんだろうけどね。そうですよね、まあ、でもその意図は別に皆さんにとっては意味がないんですからね、うんうん、はい、はい、で次にですね、まあ、こちらの3冊みたいな、まあ、文法の参考書ですね。なるほど、はい、でやっぱりこれらの文法書ってその解説が少ない割に問題数がやっぱめちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、はい、で気あと気になるのがその学校の文法の授業ってなんか系統だって教えるわけじゃないじゃないですか、うん、なんか割とバラバラに教えていくというか、うん、まあ、これ出てきたからこれやるみたいな感じも多かったりする印象があるんですよね、うん、なのでそういう状態でああいうものを与えられるとなんかやっぱなかなか難しいなというふうに個人的には感じるというか、そうね、まあ、例えばそのスタディサプリやったりとか、うん、まあ、ポラリスのようなある程度解説がしっかりしていて、うん、分かりやすいようなものをやっていただいた上で、で、まあ、ある程度文法やりましたと、うん、でそもそもそれで十分だと思うんですけど、例えばその受けたい大学で文法問題めちゃくちゃ出ますよと、うんうん、っていうことであればその時点で実証検討しても僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、だこれね別にやってもいいと思うんですけど僕はね、うん、ただちゃんと段取り決めてやらないと、うんうん、そのだからよく分かんないのはさ、その初手でやれみたいな、分かって、なんでこっちが関係詞とか分かってないのに関係詞解かせんのみたいな、うん、数学で言ったらそのベクトル習ってないのに解いてこいみたいな、うん、けど英語だとさ一応ほら記号問題だったりするから、いやそうそう一応さやれちゃうから、しかもさ頑張って記号だけ覚えるんですよね、それって本当にもったいないなと思ってしまうというか、そういうやり方はね無駄ですな。はい、で多分、まあ、小林さんも同じ的に多分そういう流れなんですけど、はい、これエバーグリーンも僕同じようなこと思ってて、なんかエバーグリーン読んでこいっていう先生たまにいないですか？うん、いるかもしれない、うん、そうですね、なんか時々結構これとにかく読めばみたいな感じの先生いるんですけど、ちょっとそれは違えんじゃねえかなと個人的には思っている部分もとしてはあります。まあ、そうだからそのある程度まとまった文法の理解をさせてもらって、例えばネクストとかをやる中で、うん、あれなんかこれなんだっけ忘れたとか、うん、これちょっと覚えてないなって時にエバーグリーンとかで調べるみたいな、うん、まあ、そういう使い方をしてもらうのであれば問題はないと思いますね、うん、はい、ただとりあえず読んで声はちょっとよくわかんないですね。そう、結構なんか最初にね、なんかそういう宿題って楽だと思うんですよ、うん、先生からするとやっぱこれ出してやってこれた子って成績伸びるんですよ多分。あ、まあそうね、なんだけどこれが効率いいかどうかっていうのは全く度外視されるもので、そうだ、ね、はい、やっぱりまあそういうところは、あ、まあ、こういうのはやっぱり難しいかなと思ってます、はいはい、で一応ここまででもうすでに実は10冊で、はい、まあ、理科はね意外とこう配られたらやんなきゃいけないっていうのはない、まあね、やってもっていうのはないですし、はいはい、あと
まあ、社会とかそもそもないんで、あんまりね、まあ、配るケースもまれにあるけど、はい、まあ、あんまり配らないですね。はい、はい、なんで、まあ、一応です、1点だけを述べておくと、そう、文系の方は理科の問題集は基本あんまやんなくてもいいと僕は思っていて、はい、最初の時点では。で、学校で配られるセミナーとかリードアルファってむずいんですよ、普通に。うん、うん、で、発展までやることをかなりその前提にやってるので、その基礎でも、まあ、そこもそこの難易度がある問題っていうのが多いです。で、正直高1とか高2で理科基礎の問題集配られてやっても、うん、僕ね、これちゃんと覚えてる生徒さん見たことないんですよね、あんまり。うん、まあ、いるけど、なんていうんですかね、問題集やったから覚えてるって、その子ができるからだから覚えてるみたいな感じの要素が強くて、だから別に僕は結構、まあ、理科基礎に関してはもう少し遅らせても、だから別に高2の最後の方とかから始めたいとか、高3からだんだん始めても間に合うことは多いかなと思いますけどね。そうっすね。はい。まあ、懐かしいですね。僕、やらされましたよ。そうそう。セミナーだか、リードアルファだか、まあ、科学と生物かな。うん。なんかむずいなと思いながらね、定期テストもできなかったけど、全然。むずいんですよね、結構ね。やりましたね。うん、はい。はいはい、というわけでね、まあ、今回は、まあ、配られても、まあ、すぐさまね、やらなくてもいいよと、もしくはやり方考えようというね、うん、問題集参考書を紹介させていただきました。まあ、別に学校教材の全てがね、悪いというわけではないんですけれども、うん、まあ、皆さんね、勉強の仕方を間違えてしまうと、時間がどん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 ね、浪費してしまいますから、まあ、ぜひね、注意をして取り組んでみてください。まあ、個別等塾キャスタイスでは、皆さんにこう最適な教材であったり、まあ、参考書の流れですね、単純にルートを組むだけではなくて、どういう分岐をしていくのか、どういうものを皆さんにね、こういう状態だったら使ってもらうのがいいのか、そういうところまでアドバイスさせていただきます。もちろんね、しっかりと個別の科目の指導であったりとか質問回答等もしておりますので、もしねご興味ある方は概要欄もしくは、コメント欄の、URL から、ホームページに飛んでいただいてお問い合わせください。それでは今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。